こんにちはっす。マサです。二日酔いで死にそうですけども、ゲロを吐かないように頑張ろうと思います。今日は、いよいよ今月末にリリースされます、我らが VSC モッツの、VSC モッドの、新製品、この EIRDA。これの紹介をゲロを吐かないようにしていこうと思っております。もうすでにこれは清正に乗っかってる状態ですけども、でワイドボアのチップが今ついてる状態ですね。でこれですね、実はブリップチップが抜けないようになってるんですね。なのでもうこれはエアフローまで全て固定されてます。なのでいちいちジュースを垂らすたんびにエアフローの調整をしたりとかですね、あとドリップチップがずれちゃってとかっていうことがないアトマイザーになります。でリリースされる状態はですね、こういう状態で発売されますけど、これウレタン、中のウレタンからこの箱から、全て特注で日本で作ってもらってます。なので全てが国産ということで、なかなかのクオリティなんですけど、これ実はこの箱まだプロトタイプで試作品なんですけど、実は図面をかっちり出したにもかかわらず深さが足りてないっていうですね。まあそこにスポンジちょっと入ってるんですけど、それにしてもまあ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 プロトタイプなんで、まあここからちょっと5ミリかさ上げしてもらって、完成品が近々上がってくると思うの でこれに、イヤイってロゴのついたスリーブがこの外側にこう来る感じですね。スリーブにこれがこう刺さってると、でサッと開けるとこうなってるという感じです。でセット内容は、SS のリングと、まあ、RDA ですね。でこちらカッパーのリングで、カッパーは、イヤイじゃなくて清正と同じC110 だったかな、グレードのカッパーで、でステンはですね、340忘れました。まあステンレスです。はい。でデルリンのちっちゃい、ドリップチップとワイドボアのドリップチップがついてますね。でやっぱり日本製のですねオートクチュールだけあってですね、このウレタンも実は、まあ、完全に図面引いて出して作ってもらってるんで、もうドリップチップの形にかっちり型抜いてありますね。非常に細かい仕事です。まあ、当然機械なんでしょうけど、こういうところにちょっとグッときます。はい。まあ、箱にちょっとドキドキしてるんですけどね、こういう状態で出荷されます。で、まあ構造なんですけど、よいしょ。これ今ですね、エアフローが全開の状態なんですけど、この一番上のこの部分ですね、これがリングになってるんですね。なので、これを回してやると、こう取れます。そうすると、このフローが当然、リングがフリーになるので、フローの調整ができると。でこれを外してやるとドリップチップも抜けるわけですね。そういう感じです。で、まあ、スリーブが出てくるんですけど、このですね内側に若干少しこう段差があるの分かりますかね。内側のこの部分に少しこう段差があるんですよね。この部分に、アトマイザーが乗ると。なので、まあ、決してこのポストの上にドリップチップが乗っかってるわけではないんで、ちゃんと中に、段差がつけてあるんで、この状態でドリップチップが乗ると。で、これがワイドボアのチップで、通常のチップをつけると、こっちですね。小さい方のチップ。まあ、これもデルリンなんで、このまま当然吸ってもらってもいいんですけど、よいしょ。
てもらってもいいんですけど、一応この系がですね、他のドリップチップがつくサイズになっているので、まあこういう状態で使うこともできます。感じですね。で、実際デッキの方はですね、非常にシンプルな設計で3ポストでスクエアのポストが、特徴かなと思うんですけど、まあ、ものすごいシンプルなデッキですね。で、スクエア四角いポストで、スクリューは六角のスクリューなので、舐めちゃったりとかですね、よくプラスのスクリューとかだと舐めちゃったりするんですけど、まあ比較的ちゃんとしたサイズのレンチを使ってもらえればそんな舐めることもないかなと思いますね。で、結構かっちりホールドしてくれるんで、なんていうんですかね、まあマイクロコイル巻いてギュッて寄せると、コイルがヒュッて抜けちゃったりとか伸びちゃったりとかっていうのはあんまないかなと思います。まあ非常にシンプルなデッキですね。で、一応ですね、このアトマイザーのコンセプト自体が、まあ、コンパクトにっていうのが一番だったんですけど、まあ、爆炎仕様っていうよりは、作ってる本人からすると、まあ、コイルに、非常に近いところにこう口が来るので、まあ、よりダイレクトな味が楽しめるっていう意味では、まあ、爆炎アトマイザーっていうよりは、どっちかというと、まあ、味なのかなと。いうふうに思っていまして、で、このワイドボアのチップが爆炎仕様だからワイドボアチップつけてんだろうっていう思われる方もいるかもしれないんですけど、別にそうではなくて、ちょうど僕の、まあ正しくはどうなのかよくわかんないですけど、僕の感覚としては、煙と違ってベープの、は水蒸気なので、煙と違ってどっかにこう、吸い上げるときにですね、まあ、例えばこの RDA の内側であったりとか、あとチップの出っ張りであったりとか、っていうところに、こう、ぶつかると煙と違うんで、水滴に、なっちゃうんですね。なので、煙をロスするっていうイメージがどうしてもあって、なので、まあ、煙がどこにもぶつからずに吸い上げられるようにっていうところで、ワイドボアを使っているというところなんですね。なので、まあこれがついてるからもう爆炎仕様なんだろうっていうわけではないんで、まあ普通のこういうステンの、今これランブルの350サイズですけど、まあすごくコンパクトで見た目もいいかと思いますんでね、爆炎仕様じゃない例えばシャークとか何にでも使っていただけるかと思いますんで、よろしくお願いします。で、実際これリリース日がですね、今月6月の30日が目安になっているので、で、いろんなお店から置いていただけるっていうことで連絡もらってるんで、お近くのお店で買えるかと思いますんでね、ぜひ。で、まあ国産だからといって、まあ清正ちょっとこだわりすぎたのもあってちょっと若干高くなったんですけど、まあ RDA に関しては、フィリピンのオーセンティック RDA と、まあ、ほとんど変わらないかなぐらいの値段で出せるかと思いますので、ぜひぜひ機会があったら試していただければなと思っております。よろしくお願いします。